レイブレディンはアメリカ合衆国の画家である。ペンシルベニア州のニューホープ地域に集まって活動したアメリカの印象派の画家の一人である。平穏な家族の姿や風景を描いた。ペンシルベニア州バトラーの医者の息子に生まれた。1899年にプラットインスティチュートを卒業した後、ニューヨーク美術学校でジェームズ・キャロル・ベック・ウィズやウィリアム・メリット・チェイス。 フランク・デュ・モンドに学んだ。同僚のグリーンセント、かつてチェイスが使っていたスタジオを与えられた。その後、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで、トマス・アンシュッツやロバート・ヘンライに学んだ。1907年に、アカデミーの展覧会に初めて出展し、その後展覧会には常時出展した。1914年にナショナル・アカデミー・オブ・デザインの定期展覧会で、 ハルガルテン賞を受賞した。その年、女性画家、メアリー・エリザベス・プライスと美術評論家、歌唱のフレデリック・プライスの妹、アリス・プライスと結婚した。フランスとイタリアを新婚旅行で訪れた後、ペンシルベニア州のバックス郡の村、ニューホープに新居を構えた。ニューホープは、アメリカの印象派の風景画家が多く集まって、活動していた。 1916年にチャールズ・ローゼン、モーガン・コルト、ダニエル・ガーバー、ウィリアム・ラングソン・レース・ロップや、ロバート・スペンサーと、ニュー・ホープに近い地域で活動する6人の画家で、ニュー・ホープグループを作り、1916年と1917年に、グループ展をシンシナティア・デトロイト、ニューヨークなどの少なくとも9カ所で開いた。1917年に、 グリーンセントニューヨークにガジュクを開く計画もあったが、第一次世界大戦にアメリカが参戦し、その計画は中止された。フランス陸軍とアメリカの YMCA が企画した兵士の家に協力するために、フランスに渡り、トロアの戦場近くに作られた休息施設の所長を務め、1919年には、いくつかの施設を管轄する地域監督も務めた。 美術教師としては1890年代から1902年まで、ウィリアム・メリット・チェイスがニューヨーク州サフォーク郡のシネコック・ヒルズで開いた、夏季美術教室で教え、バージニア大学やフィラデルフィア女子デザイン学校でも教えた。フィラデルフィア女子デザイン学校の卒業生たちによって、 フィラデルフィア展という女性芸術家の団体が作られ1917年から1945年まで定期展覧会が開かれた。1933年に女子デザイン学校の教授在職中にがんの手術後死亡した。52歳であった。ありがとうございます。